2匹のコウモリが飛んでくる。これで見やすいだろう。でもそんなに若そうな感じはしないな。ビデオマスク、今ビデオをバビル2世、ドリフターズ、ドリフターズ、こんなもんか。どの部屋もこんなね、なんて言うんだろう、夜逃げしたような感じなんで、何かあったのかな、ここは。荷物そのままなんですよね。まあ本当に大事なものは持ち出してるかもしれないけど、非常に興味が湧いちゃう。で、隣の部屋、あ、こっから行けないか。行けるわけないよね。よし、隣に行こう。はい、じゃあ隣っていうか真ん中の最上階ちょっとじっくり見てみます。こっちは何もないんだよね。1階はもしかしたら水が溜まりやすいのかな、まあ、ボロボロだから。あ、2階か、公明党。でもここはね、公明党以外は何もないんですよ。ぐっちゃぐちゃしてるのは本当に最上階。よし、おお、おだん、発泡スチロール。あ、そうそうそう、ここは天皇陛下のあれか。ここもあれかな、あんまり面白そうなものはないかな。これなんだっけ、どっかで見たことあるんだよな。あ、でもシアスキーって書いてあるからあれか、似てるだけか。これは多分化粧品関係かな。これもなんかね、多分もしかしたらなんか騙されて買ったようなそういうやつかもしれませんね。これはあれでしょう、スリッパ、あ、ホテルで使うスリッパ。そしてあ、マッチだ。マッチとまだ使えそうな、これ綺麗ですね、綺麗な爪切りで。これなんだろう、あ、椅子、あ、正座した時に使う道具ですね。へー。
まだ天皇陛下が若い、若い感じ。これは何かの日程表です。ここは何かの先生の部屋っぽい。感じがします。お花の先生か、まあ、そういったイメージでいいんじゃないかなと。そういう人の部屋なんでしょう。ああ、毛が落ちてる。なんすかこの毛は。そしてこっちはね、まず入り口に何かの動物の糞がたくさん。ああ、畳が抜ける。あ、ここにもね、皇室関係の、これポスターかな、ポスターかカレンダーかあります。比較的ごちゃごちゃはしてないけども、このテレビ4対3のテレビなんで、結構古いかな。多分2000年前後、もうちょっと前かな。16対9だっけに変わったと記憶してるんで。お、現金書き留め。当然中は入ってないよね。ああ、体の調子はいかがですか。一日も早く元の体に直して元気になってください。これからはもっともっと寒くなりますので、特に注意してください。ここの部屋の人は病気だったんだね。その手のね、この見舞い関係の、裏返しとくか。多い。現金書き留めってもらったことないな。今はもう振り込みだもんね。裏返しとこう。これには手紙はない。これにもない。もう汗がすごい。さすが夏。もう一つ読んでみましょう。前略、一雨ごとに暖かさを感じます。ご無沙汰してますか。おかわりないこと何よりです。さて、この度は結構な品を送っていただき誠にありがとうございました。季節の変わり目は体調を崩しがちに待ちですが、くれぐれも、ご自愛のほど。乱筆にて。確かにね、読みづらいんだけども、あのね、字はうまい感じがするな。こんな感じ、うまい感じはするんだけど、まあちょっとね、結構なお金を送ってるんですね。送ってもらってるんですね。
お、針金か。何かが当たるなと思ったけど。あ、お、2匹の子守が飛んでくる。そうか、こいつらの、今はこいつらの住まいなんだな、ここは。この前もいたよな。うん。ということでね、さすがにね、現金はね、入れといたままにはしないでしょう。これも1万円。まあ、いろいろと大変な目に遭ってるんだな。これはだからコウモリの糞なのかな、コウモリかネズミかなって思うんだけど、さてどっちかな。おお、これ気がつかなかった、傘がね、こういうとこに普通傘置く？これ配管ですよ、配管。もう汗がすごくてね。いや、さすが夏だ。よし、次は隣の部屋のお最上階に行ってみます。